6匹の捕鯨と同時に進化させてみた。かわいいなお前。泡食ってるけど。いやどういう感情。くらえ。効果抜群だ。ニコニコしてる。お前消化されてるんだぞ。小学生とやってること変わらん。小学生もう少し頭いいと思うよ。やばい、レベル水浴びでレベル上がるな。あ、ドクロックだ。僕持ってないから捕まえたい。あ、やべえ、捕鯨ターしかいねえ。全員1レベル捕鯨ター。やばい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 。間違えちゃった。頼む捕まってくれ。6匹の捕鯨ターの尊い命がかかってるんだ。あぶねえ。全滅するとこだった。うおーうおー。捕鯨ター一気にレベルアップした。大量に技を覚え始めたこいつら。助けて。お前ら何も覚えるな。水を得た魚か。水得たら死ぬけど無限技覚えへん。うわあ、まずい、始まっちまった。ブズスケ進化キャンセル連打が始まっちまう。すごいパワーワードだな。うわー、今年一無駄な時間だったわ。トレーラーの急所にオーバーヒート当ててみた。え、トレーナー主張強すぎるだろこれ。立場逆転してるってこと。とりあえず出らっさる。全然見えないです、全然見えないです。これくらいに当たる前にトレーナーに当たって、お前邪魔なんだよこの。いやいやいや、これくらいの攻撃もトレーナーに当たってるから。プレミアボール。いやいやいや、足の間からボールのエフェクトが通ってるんだよ。股抜けエフェクトしちゃってんだよ。プラスパワーとか使ってみる。軌道おかしいだろ。物理法則無視するな。ディフェンダーめっちゃかっこいいアングルから受け取ります。なんですんだ、瞳でここに入れるの。お前は邪魔すぎるマジで。決めポーズすんなよ。オーバーヒート打つか。じゃあ、あ、後ろで、後ろで、やばいしかも急所に当たってる。褒めてもらえるわけないだろ。最低なショートだわ。なんでそんな危ねえ綱渡りするんだよ。それはそれでおかしいけどな。ラードボーンを 10m 上空に飛ばす方法。これワニの下にボール投げると。おかしくないこの挙動。ラウドボーンの裏側覗いてみた。需要なさそう。めっちゃはっきり見えた。変態の遊び、いや紳士のたしなみですよ。でもボールキープ力が強いね。いやボール蹴れよ。顎の下ぐらいにボール投げてあげればいいんだ。嫌われちゃったよ。高さを競う競技だよこれは。捕鯨ピックよ。え、高っ。高っ。大ジャンプ、最高記録です。やばい。どういう原理ですか。二段ジャンプしたんだけど。捕鯨た方ね。捕鯨法ですこれが。裏側見れそう。こいつは飛べそうだぜ。逃げん。あれ、どうやらこいつ飛ばねえ。もう裏側見えてるやん。確かに裏側見えたわ。終わるか。この15分間くらい僕何やってたんだろう。人生の無駄遣い。目が覚めたわ。捕鯨たを水中で孵化させてみた。俺がしたかったんですよ。テーブルの上でダンス。美味しそうな場所で生まれるね、捕鯨ター。速攻ワニサンドにされそう。サングラスのお兄さん、客引きやってたわ。身を持ってくれてると思ったら。おい、ゴルダック邪魔や、お前。捕鯨ターの感動の誕生シーンを邪魔するな。海に飛び込むぞ、おや？最悪なタイミングで卵生まれちゃったよ。親じゃねえんだよ。今の体勢を立て直すのが先だろ。しかも赤だしよ。すんげえなんかゴミ飛んでんな。ホゲタの周りなんだこれ。背景どうなってんだこれ。この狭い通路色違いでそうじゃない。ここ出る気がする。安定の赤。ショートのネタ視聴回数。やらしいこと言うじゃんみんな。僕よりみんなが数字気にしてどうすんだよ。は何が起きたんだよ今。温泉卵かよ。ブスとか。捕鯨たー。浮き輪どこやったんだお前。激レア映像。いやこれもう絶望でしかないでしょう。捕鯨た250匹。色違いなし。指を振る大会で起きた最低のマナー違反技。ラルラルを繰り出した。ラルドスから育てたこと。めっちゃ透け取るやん。水浸しが出た。あー、プリンちゃん。ラッサーカノン。カノンさんにラッサーカノンを与えていく。的確にシャドウダイブが出た。プリスケの姿が一瞬にして消えた。グロかったな今映像が。でもこれで次のターン何もなければ僕の勝ちだからね。進化前に負ける気分はどうだラルラルさんよ。さあ、そんな。うわー。運で上振れてけばいいだけですから。見せてやれ。マグマストーム。こいつ。全然食らわない。これは食べ残しかな。お互い食べ残しを積んでそうですね。長い戦いになりそうだ。攻撃技出ないで投げつける。食べ残し投げるんじゃないか。いったこいつバカめ。大事な回復要因を捨てちまったら。勝てる勝てる勝てる。優勝候補に勝て。毒丸専門。うわー、食べ残したやつ投げるとマジで最低すぎる。ちなみに4ダメージしか入ってなかったっすよ。はい。
点はコメント欄から。メンバー登録で大会に参加。ピクニック中ポケモンを全滅させてみた。暴れてんな。意外と俊敏に動けるんだね。音符マーク出てるし。行くだぞここ。あー落ちる。落ちる落ちる落ちる。なんでお前ら落ちようとするんだ自ら。崖から落ちたけど落ちてもなお全然動けるやんこいつら。ミライド落ちてってる。ミライドミライド死んだ。なんでこいつら音符出しながら崖から落ちてくの。闇深いんだが。ギリギリで耐えてる。ギリギリで。頑張れ。あー、脱落。コイキング自分から落ちてくじゃん。みんな落ちてった。誰も反応してくれねえ。いなくなった。みんな崖に落ちてったわ。一匹だけ生きてたけど。おー、助けに来たぞー。あーなんでなんでお前の行ける世界線に僕は行けないんだ。逆にさ水のところに投げたらどうなんの。何この絵面。でも可愛いわ。腹なくしら捕まえよう。お前捕まえて終わるわ今日の配信。いや羽で見えないんだよ。ミライドンのバグった顔が怖すぎる。ポカ3本。プニマルさん、プリンちゃんのトップガー、いつも動画拝見しております。すげえ。プリンちゃんのトップガーとは思えないぐらい丁寧な口調や。プリンちゃん日本語喋れたらどんな感じに喋るんだろうね。絶対ぶりっ子だろ。確かに。お前戦うの怖くて無理。しょうがねえな。やってやるよ。筋肉すごいですね、マリルリさん。変わってもいいですか。別にこのぐらい余裕だぜ。イケメン筋肉。イケ肉。なんかキモい。マリルリそんなかっこいいキャラだったの。ポケモンの中でじゃあかっこいいキャラって何すか。巨人王か。ほら、そんな頑張れないよ、ちょっと。戦うの怖いって。塩漬け自己再生。かっこよくないやんけ。僕のさじ加減だけどね。これ洗ったら。崖っぷちで洗おうとしてる。洗い流してやった。口の泡は食え。グルトンどうやって寝てんのこれ。これから食われるグルトンみたいな感じに横たわってるけど死んでんじゃねこれ。浮いてるんだが。え、近っ。まただまただよ。ラウドボーン落ちそうだしよお前。え、怖っ。色違いを大量に呼ぶウソッキー。こやつ木のふりしやがって。バレてるからな。限界まで近づいてみよう。あ、これは逃げるか。フェイント言えんな。はっ。でも気づいてるな。バルトス何やってんだって顔で見てる。キッチリア映像。ウソッキーの背中。あ、私さ。あ、ちょっと。木に化けてる、ウソッキーに化けてるゾロワークってこと。ついていけないんですけど。こいつは優秀や。もらうでー。あ、ゴキスケー。全滅しちゃったよ。誰に払ったんや6200円。ゾロワークに払ったのかな。あれなんかこいつ色違くね。あ、色違いだ。ゾロワークにやられた先で色違いに出会うって怒涛の展開すぎるだろ。キャッチコールゲットん。はあ、何が起こってるんですか。あいつに負けてよかったわ。逃げクイックボール。あ、めっちゃハルクジラ見てきた。レイドバトルの通常ありえないやらかし2000。相手のクレベスでかくね。こんなでかいっけ。クレベスってこんなでかいの。僕瞑想3回目です。これ手助けします。威力最大破壊光線。こだわりメガネ持ってた。やばい。何やってんの。瞑想しかできない。こだわりメガネ持ってた。何やってんの。アタッカーいねえぞ。視聴者アタッカーだ。アキさん頼む。やってくれ。お前だけが頼りだ。破壊光線持ってる。いやー、ナイス。僕何もしてないや今回。下りすぎです。ヤイキング、ヤイキング、マリルリ、ヤイキング。むさ苦しいオタサーの姫みたいだな僕のマリルリ。ヤイキングが陰キャってこと。陰キャだろこんなヒゲ伸ばして。それバン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 。テラスタルジャレつくで削ります。一気にいけ。うわすげえ。手助け入ってる。神。ジャレつくは減ってないんだけど。ジャレつく減ってない。あれ、もう一回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 。いけ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 。間に合え。あー外した外した。何やってんのお前。 YouTube 分かりすぎ。現実世界に存在したら確実に不幸になるポケモン。みんなも何のポケモンか考えてね。幸せ卵ゲットしたんだけど。幸せが詰まった卵。持たせたポケモンはもらえる経験値が少し増える。幸せっていう概念って人それぞれなのに分かってるかのごとくアイテムで言語化してしまうっていう矛盾してる感覚が不気味なんだよな。幸せ卵、それはただ嫌にくらよ。ホゲーホゲホゲー。水上で孵化されるホゲーだ。戻しちゃいそうだよね海に。ポケモンでモンスターボールっていう狭い箱の中に一生入れられてやっと出てこれたと思ったら戦わされるのかわいそうじゃない。だったら海に落ちて早めにその生涯を終えた方が幸せなのかもしれない。これが本当の不可減だーつって海に沈めるんだホゲータを。人間の世界に実際にポケモンがいたら利用されてかわいそうなことに絶対なる。ハラバリとか電気に変えるとかいう神が特性を持ってしまったばっかり。発電のために毎日ボコボコにされるんだろうな。ミュウツーより先にハラバリが逆襲すべきでしょ。ハラバリの逆襲、工業収入1000円。果たしてホゲータはそんな過酷な世界で生き残れるのか。やっぱ海に落とすか。
建物と水の中にめり込むボケーだ。ミライドンさん、この橋怖くね？ここでなんで走れんだよ。死を恐れない。うおー、バカだろこいつ。ここで孵化させたくない？死ぬよ、絶対死ぬよ。地に足つけろよ。飛行タイプやこいつ。めっちゃ水きれい、ここ。え、水中なんですけど。浮き輪ついてるけど、浮いてないんですけど、浮き輪。生まれた瞬間から、ボボボボボって、泡吐いてるでしょ、今。都会で孵化して、ホゲータシティボーイにしよう。かっこいい。サングラスかけさせよう。来た！ちょ、卵埋まってます！ポコポコじゃないんだよ。食い込んじゃってるから、赤色出しよう。壁にめり込みホゲータ。床にもめり込んでんじゃねえか、お前。人を殺すそうな目をしている。ハカドックテラスタルや。やばい、怒ってる怒ってる。未来のこと合体しちゃった。エース版レートでオーロン家増殖バケ。初エース版対決。頑張るぞ、なになに、オーロン家さん。オーロン家さん。トライアングル描いてるんですけど、歴戦のまさかのごとく、微動だにしないこいつ。どっちと戦ってるか分かんないよ。これはいたずら心が過ぎるわ。ここも下がってないのか。ウキウキすぎないヤドラ。アッサボール使えるの。確かに。あ、オーロンギが通過していく。あぶりになるオーロンギやばいね。あと少しずれてたらオーロンギだったのかな。周りにいないよオーロンギ。でいたんだじゃあ。ここショートにするならもうちょい取れたか欲しいな。取れないことは言えって言われてます、もしかして。プレッシャーやこいつ。君たちの語彙力の PP を減らしちゃうぞ。もうないぞ。あらがきしろ。布団が吹っ飛んだ。待って待って。なんで。逃げられないんだけど。呪いオーロンギかこれが。金作の後に出ました再起動。金作やってないです。肝心にバグってるだけなんだ。いや、いるわ。こんな、どんだけ重いの。なんか、あー、オーケー。通信交換で卵をくれた視聴者が噛みすぎた。それはやばい。なんで当たり前のように色違い出てくんだ。メンバーじゃないですが、ゲットできて嬉しいです。いや、もう10匹でも20匹でもあげるよ。10匹あげる、ホゲータ。どうせなら弓特性のホゲあげたいけど、全部儲かったわ。ごめん。こんだけいたら、誰かしら弓特性持ってるだろって思ったけど、誰も持ってねえよ。色違いに対して、誰一人としてもてなせねえのかよ、こいつら。落ち込まれ集団がよ。怒られちゃう、怒られちゃう。卵とホゲータ交換しますか。卵くれたぞ。どんなポケモン生まれるんだろう。ワクワク。いけ。おお、え、色違いなんだけど。渡した卵が偶然色違いってこと？ガチ奇跡起きてない？明日死ぬんじゃないかな。お前と戦ってる場合じゃないんだよ。今それどころじゃないんだって。僕はこの取れ高がもらえただけで十分なんで、全然返しますけど、どうしますか？もらっていただいていいの？もったいないと思うけどな。神様絶対ここの配信見てるよ。ほな、ちょっと配信盛り上げたろか、つって。因果率いじったよ、今。見てるんだな、僕の良い行いを。今年何もしてないけど。